こんにちは、アドベンチャー沖縄です。本日はユイレールで一番利用者が少ない浦添前田駅を見てみたいと思います。ユイレールは2019年10月に浦添市内まで延伸しました。延伸区間全体では既存区間より利用者は少ないのですが、開業から半年ほど経って少しずつ増えています。そして浦添前田駅はかなり利用者が少ない駅です。1日4桁いかないです。利用者が一番少ない駅ですね。周りには住宅街と浦添警察署、浦添大公園があります。ということでこの駅を見てみたいと思います。開業当初は工事中だった連絡通路のエスカレーターが半年近く経って乗れるようになっています。この駅舎は大変高さが高いため、エスカレーターがあると大変便利ですね。完全に完成しています。エレベーターもありますね。お客さんはあんまりいないです。改札はご覧のように京塚駅とかとあまり変わらない感じです。入りたいと思います。改札のがある階からホーム階へ向かいたいと思います。こちらが手だこ浦西方面です。反対方向が那覇空港方面です。駅には数人利用者がいる感じです。開業当初は0人とかは普通だったのですが、現在は数人は利用しているようです。1回で ちなみになんですが、ここ浦添前田駅はご覧のように東シナ海がきれいに見えます。ユイレールと海とのツーショットです。撮影スポットとして、一部の間では有名ですね。那覇空港方面は3人ほど利用者がいました。手だこ浦西方面は利用者がいません。降車客は数名います。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次の洗浄機は手箱裏虫、手箱裏虫肉周辺です。Station number is 19. お客様にご案内いたします。ドアの開け閉めの際、戸袋に手を引き込まれないようご注意ください。